続きまして立憲民主党衆議院議員東京8区選出、昨年1年ちょっと前に当選なさいました吉田晴美さんにお越しいただいております。吉田さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。東京8区衆議院議員の吉田晴美です。この安保3文書の閣議決定、ここに立ってまた皆さん思い出しませんか。集団的自衛権、あれも本当に強引なやり方で決めていきました。2015年、あれから私たちはどんな抵抗をしても国会に声が届くことはないのかという本当に苦しい気持ちになりました。今この安保3文書、そして原発の政策、これも国会が閉じてから閣議決定でやっていく。今日は秋葉大臣、そして、杉田政務官、更迭ということでニュースが出ましたけれども、これ皆さん年が明けたら終わりだと思ってらっしゃいますか。とんでもないですよね。もう本当に国民の私たちをバカにしているような政治がこの永田町で行われています。これに私たちはやはり違うんだという声を上げなければいけない。ただ今 SNS やいろんな発信で台湾有事だ、日本も軍備をもう一度アップデートしないでどうする、そんな煽る報道や発信がたくさんあります。若い方の中にはお金を払っても守ってくれるならいいじゃないかなんて呼ぶ声もあると聞きます。皆さん、それで守ってもらえると思ってる？守ってもらえませんよね。この軍備を増強していくその先に何がありますか。核兵器を保有するんですか。安全保障のジレンマにまさに今陥っている日本です。絶対にそれを私は許すことができない。しっかり皆さんと一緒に国会で声を上げていきたいと思います。これでもみんな何が自分事かって感じることだと思うんです。今その安全保障の危機、なんだか危機感だけが煽られて、増税？それはないよ、自分事です。また私たちがまさか戦場に行くってなかなか想像できない若い方も多いと思うんですが、ここもやっぱり自分事だって感じたら絶対この軍拡の動き止めたいっていう声が私は高まっていくように思うんですけれども、皆さん一緒に声を上げていただけないでしょうか。ありがとうございます。実はですね、昨日私阿佐ヶ谷駅で凱旋をしておりまして、私より背の高いなんか凛々しい男性がずっと凱旋聞いててくれたんですね。トマホークっていう言葉を使ったんです、このまさに、安保3文書の話の中で。それで足を止められたって言ったんですね。あら、どんなお仕事されてるんですか、今日はお仕事の帰りですかって聞いたんです。そしたら、今就職活動の面接が終わって帰るところです。あ、そうですか、どんなお仕事されてたんですか。元自衛官ですとおっしゃいました。で、今トマホークっていう言葉を聞いて足を止めたんだと。立憲民主党さんは、吉田さんは軍拡反対ですか。はい、反対です、申し上げました。今政府が出している防衛費2倍、 GDP 比 2%、 このような数値ありきのものは絶対にダメだし、日本は憲法9条のある国、決してこの平和を手放してはいけないと思うっていうふうに申し上げました。その自衛官の若い男性おっしゃいました。わかりました。でも今自分が自衛隊を辞めたその理由、人が大事にされていないんです、とても辛かったんですっていうふうにおっしゃったんです。
こういった現状、さあ岸田さん、防衛費2倍どこに使うんですか。何の説明もしていないですよ。本当に対国民とのコミュニケーション能力に問題があるということがもうボロボロ出てきている。何も国民の皆さんに知らせないままにこの軍拡の動き、そして防衛費倍増に行く、これは絶対にダメです。そして原発の政策も私はちょっと申し上げたいです。再稼働だけではなく、なぜ新設するということまで方針を決めたんですか。今原発は狙われたら、まさにこの日本だけではない世界を危機に陥れるようなものです。なぜ逆行するような、時代と逆行するような方針を、自民党内だけの議論で閣議決定でやっていく。国会って何ですか。選挙って何ですか。総選挙で私たちが託した一票って何ですかという気持ちに私はなります。皆さん、民主主義国家ですよね、日本は。ちゃんと民主主義を実践しましょうよ。この間の臨時国会もひどかったですよ。29兆円に及ぶ補正予算、この中で予備費や基金という、また国会の承認のいらない予算が半分ぐらい占めてるんですよ。これ何ですか。本当に議会軽視。あ、選挙終わった瞬間多数を取ったところが全部決めていいのが民主主義だと言わんばかりの今の国会運営に対して、私たち本当にそうじゃないだろうっていうことを力強くやっていかなきゃいけないと思っています。原発の話も今私たち、私の地元杉並では原水爆禁止運動がスタートした地です。まさに近所の主婦の方々が集まって、そして、この原水爆実験まずいよねって 4,5 人の女性たちが声を上げたことを発して、そして世界に動きが広がってきました。今私たちがここに集まっている、もしかしたら日本国の全体から言ったら少数かもしれない、でもきっとその動きは広がっていくということを私は希望として感じていきたいと思います。これから日本の国はどこに行くのか、今目指すべきは、今ここにもありますよね、平和外交です。外交努力をしてきたんですか。各国と対話してきたんですか。私はこの夏に韓国に行ってまいりました。1年目当選の、議員、8名で行ってきたんですけれども、韓国に日本の国会議員が行くの3年ぶりだって言われました。与党も野党も歓迎してくださって、1対1で顔を合わせて食事をして話をして、苦しいことやなかなか話題にしにくいこともしながら、そして関係を築いていって、お互いに気づきがあって、日本と同じような少子化で悩んでいらっしゃる、原発問題、クリーンエネルギーどうやる、どんなことやった、いろんな意見交換ができました。そして人間関係が築かれていく、こういう努力を各国とやっていく、平和の国日本はまずその先頭に立っていくということが私は必要だと思います。そのまさに義務を、平和国家としての義務を果たさずに軍備増強に行くということには徹底的に私は抵抗していきたいということを申し上げて、そしてまた皆さんと気持ちを一緒にして、この日本に正しい民主主義、公文書改ざんや黒塗りや、あるいは破棄といった民主主義の基本、情報公開をないがしろにしている、こういった問題点も指摘しながら、しっかり皆さんと行動を共にしていきたいと思います。どうもありがとうございます。吉田さん、ありがとうございました。昨年当選なさった山岸一生さんも司会ですけど、吉田晴美さん、立憲民主党の中で私たち市民と共に歩んでくださる、そういう政治家だと私は思っております。